よ、リズ。キリトじゃない。どうしたの？薬とか他の消耗品を買い足しに来たんだ。ついでに新しくできたケーキ屋に寄っていこうと思ってさ。リズも一緒に行かないか？ケーキですって。ごめん、今日は遠慮しておくわ。どうしたんだリズ？いつもなら喜んでついてくるのに。ちょっとやることがあるのよ。誘ってくれてありがとう。そうか、それなら仕方ないな。また今度誘うよ。用事があるとは言っていたけど、リズらしくなくてちょっと心配だな。お土産でも買って帰って後で話を聞きに行くか。リズいるか？ケーキ持ってきたぞ。リズ？もう一度呼んでも返事がない。買い物にも来なかったし、何かあったんじゃ。リズ大丈夫か？入るぞ。ちょっと、なんで急に入ってくるのよ。ごめん、何かよからぬことが起きてるのかと思って。エクササイズ中だったりしたのか？そうよ、運動しちゃ悪い？いや、一言もそんなの言ってないだろ。こんな格好恥ずかしすぎるからよ。もう出てって。だいたい女の子の部屋にいきなり入るなんて、親しき中にも礼儀ありって言うでしょ。出ていく。あー、やっぱりダメ。なんでだよ。嘘だろ。じゃあなんでそんな運動したんだよ。痩せるって思ったからよ。他にどんな理由があるの？早くお願い。わかった、待ってろリズ。はあ、ありがとうキリト、助かったわ。リズが元に戻れてよかったよ。なんだか余計に恥ずかしいわ。しかし、そんな必死になって運動するなんて、どうしたんだリズ？笑わないでよ。わかった。ちょっとね、太ったような気がして。太った？この世界に来てからね、他のフルダイブゲームと同じようにいろんなものを楽しんで食べてたのよ。いつも以上にだったかもしれない。アンダーワールドの食べ物って美味しいものがいろいろあるし、ゲームで食べるより味がリアルな気がして。確かにそれは言えてるかもな。記憶的視覚で構成された世界だから、食べ物の味まで再現されてるんだ。やっぱりそうよね。だから目についた屋台で食べ物が売ってるとついつい買って食べちゃって。けどね、何日か前に鏡を見て思ったの。アンダーワールドでは食べた分だけ太るんじゃないかって。そうなのか。アバターに食べた分が脂肪として蓄積されるのかどうかわからないぞ。でもこの世界って年齢を重ねると自然に老化が起こって見た目が変わるわよね。それに体を鍛えたりしても筋肉がついて、パラメータだけじゃなくて見た目も少し変わるんでしょ？まあそれはそうだな。でしょ？その方式でいくと、ご飯やおやつを食べたらその分体にお肉がついちゃうかもしれないじゃない。そう思うと怖くなってきて急いでダイエットを始めたの。キリトと一緒にいたら絶対誘惑に勝てないと思って、それでさっきは断ったのよ。そうか、それで。確かにこの世界で食べて太るのか考えたことなかったな。けど気にするなよ。俺から見ても変わったようには見えないしさ。見た目だけの問題じゃないの。体が重くなったら戦闘でキリトを支えられなくなるわ。何よりも
あんたの足手まといになるなんて嫌だもの。リーズ、そんなことまで考えてくれたのか。ええ、だからダイエット頑張るのよ。心配かけちゃったけど、私は大丈夫だから。かなり少なめのお昼にしたから、ちょっとお腹が。あんまり無理すんなよ、リズ。俺のこと支えるって言ってくれたのは嬉しいけどさ、ダイエットのやりすぎも良くないよ。ほら、ケーキ買ってきたから一緒に食べようぜ。え、ケーキなんて食べたら、でも、せっかくキリトがお土産にくれたんだし、それにその分運動すれば大丈夫よね。そうそう、我慢も体に良くないからな。キリト、うん、わかった。我慢のしすぎには気をつけるわ。それにしても、まったくキリトは心配性なんだから、わざわざ乙女の部屋に乱入までするなんてね。だから悪かったって言ってるじゃないか。本当に心配だったんだからな。ごめんごめん、分かってるわよ。心配してもらえるうちが花だって言うしね。